はい、どうも、菊田です。髪の毛が伸びすぎてですね、そろそろ切りたい菊田です。ということでね、もうね、伸びすぎてね、ミディアムヘア気味になってきてね、ガキっぽくなってるというね、感じなんですけども、年も年なんで、この、ね、なんかね、なんか自分も歯がゆい感じがしてます。やっぱ短髪の方がいいね。やっぱりそう思います。今回はですね、まあビジネス、まあネットビジネスとかね、まあメインにこう発信はしてるんですけど、まあいろいろコンサルティングとかやってるんですけど、まあその中でまあ自分の発信するメルマガだとか LINE だとかでね、問い合わせだとかね、やり取りとか、する際に、例えば何かこういうのやってるんですけど、こういう時にちょっともうちょっと利益をとか売り上げ上げたいんですけどっていう時に、簡単なこう、なんていうかな、レスを返すわけですよ。まあ、こうやったらいいじゃない。で、ここから手数料取ってこういう仕組みにしたらいいじゃない。だとか、ここから利益取れるよね。だとか、もうその運用費用をこっちに回したら、またさらに大きく返ってくるよね。だとかっていう、まあ、レスを返していく答え、まあ、アンサーを返していくわけですよ。で、その際によく言われるのが、よくそんなポンポラポンポラアイディアというか、仕組み出ますねっていう話を、されるんです。で、その時にね、僕が言う言葉があって、まあ、それをね、シェアしたいなと思います。まあ、なんでこの話するかっていうと、特にビジネスをやり始めましただとか、新しく副業を始めますだとか、インターネットを使ってね、ビジネスモデルって本当、知識、投資だけで、まあ、言うたら学習投資をね、まあ、知識を学んで、学ぶためにこういろいろ費用がかかったりだとかってするじゃないですか。本とか読んだりね、なんかそういう情報交流の場に参加するだとか、そういうコミュニティに参加して情報交流とか学びとかのコンテンツを得るだとか、まあ学校なんかもそうよね。まあそういうところですよ。まあそれぐらいで、あとはもう何ほとんど経費というか初期投資いらずにできるって言ったら、インターネットビジネスだとかね、簡単にできるじゃないですか。まあまあまあ。まあそれをしているだとか、それにちょっと取り組もうとしてるだとか、もう個人からでも始めれる事業ってたくさんあるんですけど、本当にその中でこうアイディアが出ないだとか、こうすごい難しい構想にすぎてできなくなっちゃう人って結構いらっしゃるんですけど、まずね、まあビジネス慣れしてないというか、そこまでその、なんていうかな、大きい多額の資金もし、まあ資金だとか、その投資できる、その資産になるような、運用するような資産を多く持ってない方っていう、まあ資本よね。資本を多く持ってない方だとか、そういう技術、人脈、そういったものが全然ない方とか、経験が浅い方っていうのは、特に本当、初心者とかはね、ぜひね、守ってもらいたいことがあるんです。まあ、と言ってもね、僕自身も、もうそれしかほとんどやってないっていう、ものがあります。大体成功してる人とか短期で、本当にうまくいってる人ってみんなこれやってると思うんですけど、これをね、ぜひシェアしたい。それはね、もう誰かがうまくいってるものをそのままやるってことがすごくいいです。まあね、本当モノマネですよ。で、うまくいかない人、特に初心者の時にうまくいかない人っていうのは、大体多くがね、誰もがやってないことをやらなくちゃいけないとか、誰もがやってないアイディア、ビジネスモデルなんかを作らなくちゃいけないと思ってる人が結構多くて、逆に言うとそれって思いつきにくいのよね。で、それやろうとすると法的な問題だとかの処理だとか、知識量が必要だったりだとか、それに必要な資金が必要だったりだとか、資金があったとしてもなんかいろんなところで引っかかるだとか、人が集まらないだとか、難しいんですよ、とても。そういうのって結構インフラを作っちゃうようなインフラを作れるような、なんかもうでかい組織というか、そういうとこがやったらいいんですけど、大体個人レベルとか中小企業レベルでやろうと思うんだったら、儲けようと思うんだったら、もう必ずね、うまくいってるやつをそのままやったら、大体うまくいくっていう話なんですよ。僕もね、なんかこう、まあ、ネットビジネスやる前は何やってたかっていうと、本当にバーとか、本当にバーつっても酒だからね、原価率低いわけですよ。で、吐かすことがないから、言ったら利益取りやすいわけですよね。ある程度エンターテインメント性と、その、接客する、人のその魅力とかっていうのを、空間っていうのをちゃんと確保しながら、
アプローチかけてたら大体儲かるもんなんですよ。まあそこまで天井知らずに儲かるってことはないですけど、うん、まあそれだけに労力もね使う力も必要なんですけど、まあやりやすかったと。まあそういうやつだとか、あとマッサージ店だとかね、なんかでも、あとはその保険が適用できる、その専門せ、あの専門施術、施術ができる、その施術師というかね、方雇ってそのテナントを貸し出して、運営させるだとか、そういったこととかね、結構やってたんですよ。で、それからまあ、経費とも初期費用もね、運用費用も、まあ、人件費に関してもかなり違うし、あと、住む立地だとか、やる、市場、まあまあ、住む場所をね、田舎でもできるだとか、好きな場所でネット環境さえできる環境でできるものって言ったら、やっぱネットビジネスだなと思って、それで今転換して、7年ぐらい前からね、7年、6年、今6年経ったら7年目か、ぐらいで今やってるのかな、6年目かな、どっちかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、そうやってずっとやらせていただいてるんですけど、まあ、そこからね、まあ、いろんなプロモーションとかに関係させていただいたりだとか、下請けみたいな感じでね、技術を提供したり、人脈を提供したりだとかね、会社の紹介をしてあげたりだとか、道具、技術、知識っていうのを提供してあげたりだとか、それを共有するスクール、僕のやつを全部提供するスクールであったりだとか、まあ、そういったものをね、運用とかね、あとは店舗やりたいって人に自分がやってたノウハウを教えて、コンサルティング事業だとかね、ウェブマーケティングの事業だとかね、いろいろ教えてますけど、そういうのも提供するサービスとかやってますけど、まあね、それいろいろやってると思いながら、結局ね、それをやってる人の、その分野でやってる人の成功してる事例だとか、その人の成功してる人らの教えてもらったことをそのままやってるだけ、僕。なんかね、で人の相談とか受けた時も、その相談を受けた事業形態の経歴とか、その成功事例っていうのがあるから、ただ単純にその成功事例が、この人はこういうふうなやつやってたよだとかっていうのが、もう常にインプットしてるというか、情報を仕入れてるわけですよね。だからそれを、あ、こういう事例あるから、こういうふうなこと形も取れるんじゃないですか、あとあなたの場合こういう地域だったら、こういう地域でやってる事業形態だとか仕組み作りだったら、こういうので成功してる事例ありますよだとかっていうのがあるわけです。その仕組みだけはもうポカ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 言ってるだけなんですよね。だから本当うまくいってる事例そのままやってる。うん。例えばじゃあ、すごい田舎の地域で、カフェがなかったと。ね。で、世の中今、タピオカとかでそれ流行ってるか、どうこうとかで、他のところでは流行ってる。他の、まあ、国内では流行ってる。すごい流行ってる。売れてると。でも、この近くの地域にないって思ったら、じゃあそのまま作ればいいのよ。まんま。うん。もうデザインだとかもそこら辺な、もう、もろパクリしてね。なぜかというと、そのデザインとかも見やすなんか見せ方っていうのも、言ったら売れる戦略が全部一つ一つ細かく設定されて、考えられて、この位置とかって決まってんのよ、ね、それを徹底的にパクってうまく やりゃ、そりゃうまくいくわけですよ。もううまくいかないとか、もうそもそもやってもうまくいきづらいし、そもそもやる前に断念してしまうとか、行動が遅れてしまうだとか、そもそも行動できなかったっていう事例が多い、このうまくいかない失敗パターンっていうのは、誰もがやってないことをやろうとするから難しい。もちろんね、アイディア次第で誰もがやってないことをやろうと思って成功、やってないことをやって成功する人って意外とね、遊びの中で生まれてたりするの。趣味だとか、こういうような楽しみで、あ、こういうのをみんなに見せたいなとか思ってシェアしてたりだとか、そういう活動っていうのを別にビジネス目的じゃなかったんだけど、最初は遊びで、趣味でやりたくてやっててっていうので、いつの間にかちょっと有名になって、なんかこう運営していく。だとか、みんなの管理するためにはやっぱ資金が必要だなって言った時に、例えば自分で思いつく人はそれでビジネスモデル作ったりもするし、そうじゃない人はそういう時にコンサルタントが入って、ビジネスモデル、あ、こういうふうにビジネス形態作ったら、その個人で全部資金をみんなの分をなんていうか負担しなくても、みんなそれぞれが負担するその資金ができて運用できるよ、そしたらみんなも新しい人もどんどん入れられてから、この趣味というか楽しみの世界空間を維持できるよとかっていう話で、こう
大きなその流行りができたりだとか、新しいこの、なんていうかな、何、トレンドみたいなのができたりするわけですよ。でもね、ほんまに稼ごうと思って、成功させたいと思うんだったら、まず自分がそのやりたいことも、もちろん好きなことを選んだらいいと思うし、その好きなことに対して成功してる人のやつをそのままやった方がいい。もうこれ以上もこれ以下もないのよ。もちろん絶対ってことはないよ。ただし、それうまくいってる時期に、そのうまくいってる方法そのままやりゃ、8割方成功するし、街中とかやったら、こう結構需要と供給で需要の方が溢れてたりするんで、まあそこに置くんで、その同じ市場で置くんであれば、差別化だとか、競合のリサーチしての違いを見つけて、競合がまだそこまで手が回しきれてないところを先にやっちゃうだとかっていう競争があるけど、例えばね、本当に違う市場、違う属性の人を集める。例えば僕なんかで言ったら田舎の方が好きなので田舎の方でやってプレイしてますけど、例えば街中で僕のみたいな業種の人がやるんだったら、直接会ったりだとかセミナー業だとかイベント開催とかやった方が逆に手っ取り早かったりする。でもこっちの場合だったら、差がなく勝負できるってなだったら何かっていうと、広告ビジネス。まあ、メディアの広告ビジネスのノウハウスキルを生かす方法だったり、あと人の紹介だったり、それ以外のジャンルのコミュニティのプロフェッショナルになるだったりだとかっていう違う戦略があるんやけど、結局そのアプローチだとか運営の仕方だとか、そのモデリングをする際はもう成功されてる、してるものをそのまま僕パクってやってる、そのままの考え方をそのまま受け入れてやってるだけなんですよね。で、結局言うと、それがポコポコ出るっていうのは、そういう事例を、ああ、こうやったらうまくいくんだ、こうやったらうまくいくんだ、こういう人はこういうふうにやって、こういう仕組みでうまくいってるんだっていうのを全部こう見てるからなんですよね。もうそれだけなの。だから情報収集っていう面では、本当にいろんなことがうまくいってる人だとか、そういうどうやってうまくいってるのかっていろいろ特集組んだりだとか、そういうのを解説してるそのブログ記事だったりだとか、それを解説しているそのコメンテーターや、まあ僕らみたいなそのビジネスマン、事業者、起業家の人らが、それを解説してるものだとか動画とかってあるじゃないですか。そういう反応なんとか会議的な感じでね、対談だとか。まあそういうのをね、あ、そうなんだとか思いながら、じゃあちょっとこれやったら自分でもできるかもだとか、同じようなものだったらそれ作れるかもとか思ったらやってしまえば売れるのよ。その時流行ってればね。で、そこで勢いづいて資金とかいろいろできてきて、余裕ができてきたら、ちょっと面白いもの、趣味嗜好に走ったりだとか、アイディアに。にこれやったら面白いんじゃないか、まあまあ売り上げ出ないかもしれないけど、これはちょっと面白いかもしれないとか思ってやってみると、意外とそれがまあ受けたりもするし、全然受けなかったりもする。でもそれをできる要領とかっていうのを作ってから、そういうのやったらいいよね。だからね、基本的に本当うまくいきたいんだったら、うまくいってるものの人のものとか人とかモデルをそのまま真似すればいい。で、真似するために奥の情報だとか細かいことがわからないっていうのは、その人に会いに行けばいいし、その人が教えてるコンテンツがあれば、そこに行けばいい。本とかが出てるんだったらそういうの見ればいいし、動画出してるんだったら動画見ればいいし、ブログとかそういうの詳細記事書いてるんだったらそれを読めばいい。ほんとそのまま真似した方がいいですよ。本当それだけ。ぜひね、うまくいってないなとか、なかなかアイディア出ないな、行動力が出ないな、行動力あるけど、なんかアイディアがなくて戦略が生まれないっていう人は、ぜひ、今回の動画で、あ、ちょっとうまいことやってるところとか、成功してる事例をそのままやっちゃおうぐらいの、自分の形でやっちゃ、自分のところでやっちゃおうっていう、プロセスにちょっと思考シフトして、試してみてはいかがでしょうか。以上、菊田でした。じゃあね。